ツーステナイティナイのオールナイトニッポン。どうもこんばんは、ナイティナイ岡村です。矢部です。日曜日、先週というか今週これの日曜日に、ラジオでも言うてました、小西さんの、サイン会、がありましてですね、そこにちょっとお邪魔させていただいて、グッズもね、ちょっとたまたまその日に、販売されるということでございましたので、ちょっとお邪魔させていただいたんですけれども、たまたまじゃないけどねまあでもまあなんかたまたまじゃないよね。たまたま横でやらせてもらって、一応区切られてたんですよ、サイン会と、ね、グッズ売り場とイマジンスタジオで。一応もう最低限できることやね。ついたてでパーッとこう、一応というか、会場は別みたいな扱いになってたんですが、これがまあいいことになってまして、たまたま入り口と出口がありまして、入り口入ってもらったら、小西さんのサイン会場になってて、出口がたまたまこれまたグッズの前をこう通らないといけない作りになってしまいましてね、ついたてを作ってしまった、ということで、でもこれもありがたいことにもうたくさんの方々に、サイン会に来ていただいて、小西さんの名探偵のままでいて、のサイン会の方に来ていただいて、ありがたいこと、僕もお邪魔したって言いながら7ステやらせてもらったんですよ。何すかステって。あのね、だからなんて言うたらこう一気にバーってこうたくさんの人が来てもらってるんで、一気にこうイマジンスタジオに来てもらって待ってもらうのもあれなんで、時間制になってまして、30分刻みで、ステージで小西さんがご挨拶してということやったんですけども、結果的には、7ステやらせてもらって、なんなら途中で小西さんの方からもいつ帰ってもらってもいいですよみたいな感じ。まあね、いつまで皆さんもどうされますかみたいな。いや難しいよね。そうなんですね、それはそれで。でもね、すごい楽しくなってきて、チャック三浦氏と、そして、東大お磯野さん、おられたんですけれども、結果ね、お二人も7捨て踏まれたということで、何捨てあんの？7捨てですだから頭から結果ずっといさせてもらったというか、そんな中ジャッキーチャンさんも駆けつけてくれまして、ジャッキーチャン、ジャッキーチャンで来たの？ジャッキーチャン、思いっきりジャッキーチャンで来てくれはりまして、ジャッキーチャンさんも2捨て踏んで帰るという、これもだから何でしょうね、この来ていただいた方々がどう思ったかわからないですけども、我々はすごくこう楽しい、なんかサイン会プラス、グッズ販売になったかなとは思ってるんですが。いや、それは喜んでくれてるんじゃないですかとは思いますけども、その方々は、始まる前からちょっと事件がありまして、だから1時からスタート、するということやったんですけども、僕ちょっと大阪の方から、戻ってくるのに、ちょっと時間かかっちゃいまして、本当に1時ちょうどに、日本放送着きそうやったんですよ。着いたのは日本放送に着いたのに本当に1時やったんですけど、1時から始まるって言ってたから、チャック三浦氏にすいません、5分押しでって LINE 入れたんですよ。でも全然既読がつかないんですよ。で、行ったらもう軽く始まってるような状態で、うわ、しまったと思ったんですけれども、そういうのも
来てはるこうサイン会に来てはるお客さんに話したんです、うん、すいませんちょっと一時ちょうどについてしまいましてと、5分押しで、スタートお願いしますってLINE 入れたんですけども三浦氏にって、記録つかなかったもんですからって言ったらそこで、まあ一つ目の事件というか、チャック三浦氏おもらし事件みたいな僕も全然知らなかったんですよ漏らしたん漏らしただから説明が、ね、僕もだからその場でババッと聞いたもんですから分からなかって、全部イベントが終わってから、どういうことですかなんか おしっこを漏らさったんですかって言ってだからサイン会が目的じゃないですか、だからそこでどういうことですかってこう根掘り葉掘り聞くのもおかしいので、全部そのイベントが終わってから三浦氏何があったんですかって聞いたら、本番始まる前に、トイレに行ったらしいんですよ、でまあ、座りションみたいな状態で、ズボンを下げて、座って、用を足そうとしたらしいんですけど、どこをどうしたのか本人もまあ分からないと、ただほとんどのおしっこが、ズボンの中に落ちたと真横に行ったんだ、真横に行った、そのミスというまるまるうちの次男やでそうやね、真横に子供行ったうちの次男でも最近はないかな、それがまあちょっとサイン会で起きた、という、何歳でしたっけ、ですね、36歳ほっでやばいと思ってね、ご自身でこう抑えたんですよね、物自体を、で物自体を抑えたにもかかわらずそれでもまだまあ6割ぐらいズボンの方にジャーッとかかってしまったんですって、でもそれだいぶ長かったね、長かった、ね、かかってる時間、なんならこの便座と、便座の間からもバーッと出てたらしく一回止めたと、で途中直したけどもまたさらに便座の隙間からジャーッと出て全部ズボンの中に、だから僕が5分押しでお願いしますっていうラインなんか見れるわけもなく、一生懸命本番までに乾かすことに専念、掃除して床拭いたり自分では便器に入ってる感覚やったっていうこと、入ってたと思うと、わーってなったんですよ。これがまたね、ええ色のチノパンのね、こう、シミがわかるぐらいの、ベージュのね、いいチノパン履いてらっしゃったんですよ。いいチノパンなんかな。で、本人は可愛いたであろうと思って、イベントに参加しようと思ったんですけども、作家のかよちゃんが、なんか後ろ濡れてるよ。後ろも濡れてた。後ろまで全部、前だけをご本人は。前は乾かしてた。チャック三浦氏はバーッと乾かした。後ろの方が重い濡れたんや。後ろを乾かすことも焦ってはりますから。で、前だけ向いて、サイン会に来てくれてはる方。すごいな、それ。から見たら後ろは見えないので、後ろはまあええかと。急いで前だけ乾かしたんですが、後ろなんかめっちゃ濡れてるよって言われて。まあそれが、まあ、まあ本人逃げられへんと思ったんでしょうね、まあ、おしっこ漏らしたとここぞという時にやってしまうんでね、やっぱりちょっと緊張もあって、まあ緊張もあってなんかちょっと慌ててたりもギリギリだなっていうので、そうなんですよね、焦ってたかな、まあでも そんなことから始まった、イベントでしたので、もうなんか自分でも小西さんのサイン会であるんですけれども、なんかね、こう楽しすぎてわけわからんイベントになってしまったなと思って、これがね、もうありがたいことなんですけど、やっぱりそのラジオ聞いてくださってる方がたくさん来てくれてはるということで、こうなんかずっと聞いてくれはるんです話を。いや、そらそうやろ。嬉しいことになんかずっと何やろ、身のない話を7回繰り返すという。
そのイベントでも一時スタートしてよかったんじゃないの、別に岡村さん待たんでも。まあそうなんですけど、一応岡村さんの舞台ちゃうやん。そうなんですよ。ただそのどんな形で始まるか、どんなイベントになるかも全く分かってなかったので、うん、とりあえず一時スタートっていうことなんで一時には行っとかなあかんなと思ったんですけど、まあそういうまあ、おしっこ事件とともにスタートしたという深くでしょうね。でもね、あのそんなとこから始まったんですけど、これあのありがたいことにグッズもね、うん、お米完売しました。よかったね。これはね、だから強制的にまあ強制的にというか、まあお米ありま、お米もねちょっとありますんでね、よかったら全然そのまま出ていただいていいんですよっていうことを言うたんですけども、まああのお米を買っていただく方がたくさんおられまして、お米も完売して、これがねまた7回やってるでしょ、ま、あの始まる前のこの磯野さんの開会宣言がね、だんだん出来上がっていく様、うん、あの磯野さんがご挨拶するんですけども、うん、最初は前説から始まったんですよ、うん、磯野さんの、うん、まあ、何回かやっていくうちにテーマ曲がバトルロワイヤルのテーマに変わっていき、まあ、ね、話してたからな。そうで、ちょっとじゃあ磯野さんから開会宣言お願いしますって言ったら、バトルロワイヤルのテーマがかかって、これがね、うん、磯野さんまたね初めてらしいんですけど、たけしさんのモノマネをねやりはったの。はい、さ、それではですねって嘘、あの磯野さんがサイン会に来てあるお客さんの前で、さ、それではですね、今からちょっと皆さんにちょっとこれからグッズを買っていただきます。大爆笑やろ。いや、一番受けてた。いや、そりゃ思うわ。それ鉄板で何回やっても受けてた。制度はどうなの、たけしさんのモノマネという制度。最初はいや森進一ですやみたいな、うん、やったけど、うん、最後もだんだん乗ってきた。そう、乗ってきて掴んできたんや。そう、もうなセリフも長なっていって、さ、それではですね、まずは、それから集まっていただきましてですね、それでは皆さんちょっとこれからグッズを買っていただきます。どんどん長なっていって、どんどんこうクオリティも高くなっていき、で笑いもどんどんでかなっていくっていう。うわー、俺あかん、見てないけど腹立つわ。いや、想像やけど、その磯野さんが乗ってきて、たけしさんに似ていくという様の想像よ。めちゃくちゃ、受けてた。いや、そら受けるわな。みんな聞いてくれてんねん、もう。そのおかげもあって、ほんまグッズもね、買っていただいて、うん、もうなんかね、お米がまさかね、完売するとは思ってなくて、ブランケットとか、パーカーとかもね、うん、完売になって、ね、タンブラーか、タンブラー、お米がね最後売り切れる時なんてもうなんか感動でしたよ。お米があと一つですみたいになって、そらモノマネするわな。そらもうだって完売するって見えてきたら、そもそもの読み間違いから勝負させてくださいっていうことでお米作ったんですから。そうだ、ちょっと見たい、たけしさん僕だけにちょっとじゃあ、曲かかったら多分乗ってくるでしょ、一言開会宣言の時に。磯さんごめんなさい、私いなかったんで当日。たけしさんのね一回だけちょっと、はい、それではちょっとすいません、大丈夫ですか。それじゃあちょっとね、磯野さんの開会宣言の方お願いいたします。皆さん、こんばんは、担任の磯野です。それでですね、皆さんこれからちょっとねグッズを買ってもらいます。ありがとうございました。特別ゲスト、スペシャルゲストの東大王磯野さんでした。ありがとうございました。ちょっとねあの時よりもねちょっとまあいきなりでしたので、第一声やった、クオリティはだいぶ下がりましたが、日曜日はめちゃくちゃ似てたんです。いや、想像以上に腹立ちました。
でもいやあれ7回やられたんでしょあれ7回やったら腹立ちますよね。3、4回目ぐらいからねだんだん出来上がっていきますよ。なんかちょっとって時に斜め首が斜めになってるとこからも腹立ちます。あれは磯野さんのおまあ言うたらあリズムというかっていうとこから始まりますので、これがまあめちゃくちゃ受けて受けたのもあってグッズもね買っていただいて本当に絶対受けるやろな。あんだけ選手振ってんねんもう。だってもう最後なんてえお米買おうと思ってたのにって言って、うん、お米売り切れたんですかって悔しがる人まで出るという始末。すごいね。すごいでも良かったですよね。本当にこれ以上のもう着地ないです。ないと思います。神田ディレクターもちょっとだけ顔出してくれたんですけど、うん、このイベント何なの関係ないのにね。何これ神田さん文句言うんやったら来なくていいですよね。だからあのフジテレビでそのいろんなイベントやってるじゃないですか今神田さんが。だからすごい一生懸命考えてイベント売ってる僕がバカみたいだって言って帰っていった、うん、バカじゃない。これがイベントの最終形なのかって言って帰っていく新しいイベント、新しいイベントの形ちゃったなと思って。だってもう最後の方なんかはもうサインは終わってるんですよ、うん、サイン会場に誰もいてないんですよ、うん、でも誰もいてないのにあの小西さんと二人で喋ってたりジャッキーちゃんと二人で喋ってたり、もうおかしなってるね。おかしなってで最終的にはマイク取り上げられる、あの、うん、すいません電池なくなりますんでって言ってなんでずっとお客さんいてないのにマイクで喋ってるんですかってマイク取り上げられる。あとスタッフはもう帰りたいからね終わったらそれもね、あの、よかったんですけど、剥がしの方というかね、あんまり話長なると時間を押しますので、こう、あ、もうそろそろっていう。そう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 。置いて。そういう人がおったんですけど、それがまあ良かったことに、その人がまたヘビーリスナーやったんですよ。剥がしの人が。だからあんまり嫌な顔せずに。うん。まあだから、良くないのよ、それが。でも最後ね。それが長なんのよ。最後でもその人が、その人も、あの、本買ってくれはって、うん、で、現場で。ジャッキーちゃんが、なんで僕、抽選に漏れたのって言ってずっと言ってたもんね。こんなにたくさんの人が来てるのに、なんで僕漏れたんだろうって言って。恨み持ってるなぁ。で、最後、買った本持ってきてんねんけど、だから、あの、サイン書いてほしいって言ったら、いや、ダメですよ。ほんとダメなのって言って。最後、小西さんが、まあ、書いてね、最後書きありましたけど、ほんまになんか書いてくれへんのかなみたいな空気で。面白かったわ。よかったね。一番でも面白かったのは、面白かったというか、あ、こういうことなんねんなと思って、多分すごく何やろな、ヘビーリスナーですって伝えたかったと思うね、うん、でもなんかそうやって時間もあんまない中、ヘビーリスナーですっていうところ、あの一人の方が、うん、すいませんヘビーユーザーですって言わはったんですよ。あららら、ヘビーユーザー。うん。そっから、もうずっと、全員、うん、すいません、ヘビーユーザーですって言って、そっから、5捨てぐらい全部、ヘビーリスナーですっていうこともなく。中伏せてるっていうことそうそう。なんか、最初にヘビーユーザーですって言ったのはどの方か分かれへんねんけど、うん、そっからはもうずっと、ヘビーリスナーですっていう人はいなかった。ヘビーユーザーですって全員が言ってた。そうか、来てるわ。栃木県ラジオネーム、うん、猫侍の孫。先日はサイン会を開催していただき誠にありがとうございます。14時からの会で25年のヘビーユーザーですとほら言いましたものです。ご本人を前に緊張してしまい、リスナーのところユーザーと言い間違えてしまいました。その人か。しかしそこはプロの芸人である岡村さん、私のミスをしっかりと笑いに変えていただきありがとうございました。その人から始まったんや。この人からヘビーユーザーです。みんなヘビーユーザーです。これがまたね、もうそのそれこそリスナーから分かってると思うんですけど、まあ、そんなにほら最近聞き始めた方とかもいるじゃないですか、うん、そういう方はもうライトユーザーです。ああ、まあ、そうなるよね。そう、うまいこと言わんだよ。ちょっと恐縮するよね。そうなのよ、うん、
あとライトユーザーです以外何あったかな、なんて言ってましたっけ、ベビーユーザーね、赤ちゃん連れ て赤ちゃん連れて赤ちゃん抱っこして来てくれてはる人とか、これやって思ったよね。そう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 ベビーユーザー、いやいやすごい、だからあの何やろ、ありがたい、ちゃんとグッズまであの、ね、うん、買って行ってくれるリスナーで本当に良かった。本当の目的やったもんね、グッズ売るのがね。まあ磯野さんはだいぶあれですよ、有楽町肩で風切って歩いてありましたけどね、まんまとまんまとというまんまとという言い方もあれですけど、怖かったと思うんですよ、リスナーも黒いついたてで仕切られてたんで、この下に矢印書かれてるもんですから、うん、この矢印に従ってって言われて、その奥に何があるかがわからないんですよ、集められサイン会に集められてる方と。怖いよね。そうなんですよ。入ったらあの女性のねスタッフさんがこうあのグッズをあの前にしてあの販売してくれてはったんですけど、うん、そうなんかすごいなんかなんでしょうかね、お米買いますとか言ったら、まあ、商店街福引きはないですけど、お米買われるそうですみたいな。じゃあもう全グッズ売り切れ。あ、全グッズというところまではいかんかった、そこまでいかんかった。全グッズは難しかった、ええ、でも全然もうあのもうね、あんだけやった段ボールがもう磯野さんひょいっと一つぐらいの段ボール抱えてはーっとなんか倉庫には小走りで行ったっていう話ですから、たくさんのこのグッズ抱えてたもんがだいぶ段ボールだいぶ減ったということですから、本当に本当に心の底からリスナーのおかげですよね。本当にその本当ありがたい、なんか軽い感じじゃなくて、はい、そうこれはもう磯野さんなんか特に危なかったですね、思ってるやろうな。ただそういうノウハウができてきてね、なんかこう、ええ、またお願いしますみたいな。これせやけども分からへん、この先またこうなんかグッズとか売れ残ることがあったら、またこんなことこんな例ができてしまったらちょっとよからぬこと考えてしまうでしょう。まあちょっとね、ただねやっぱこうのやって、たまたまこうやってほら小西さんの本のサイン会があったじゃないですか、たまたまやっぱそういうなんかサイン会みたいな、うん、がないと誰かの毎回小西さん本出さない大変な、うん、ショートショート星新一のショートショートみたいなグッズ完売させるために、そうなんですよ、一個そういうなんかノウハウもしこう残った時のみたいなのはちょっと出来上がってきたかな。でもお米がなぜ残ったのかみたいなのもちょっとあのわからなかった、あのこの先週ほらなんかよう分からん、ここにお米の置いてくれたらええなんて、ゴールドボールやったっけ、うん、謎のグッズ、あれのもう正体が完全に明らかになって、ゴールドボールが、廃棄職人のねゴールドボールが自分特製のなんかそのお米みたいなこんなプラスチックの容器に入れて、うん、そのリスナーに配ってるんです、配ってたっていうことか。ほう。そう。だからみんなその、ヘビーリスナーやらハガキ職人の中で、だから、こう、なんやろな、そういうのが回ってたみたい。うん。ゴールドボールが独自に作った、そういうオリジナルグッズみたいな。うん。ほんまは俺らのお米を買ってほしかったんけど、うん、ゴールドボールが先にお米がなんか、あの、売れてないってなったら、それになんかこんなちっちゃい容器にお米入れて、なんかみんなに配ってたのよ。あ、売れてないって知ってからかなぁ。だから分からへん。ちゃんとその容器にゴールドボールって、うん、あの、書いてあんねん。で、俺何やろなぁと思って、そのなんか、いろいろ調べたら、なんかゴールドボールがついたで、僕は知りません、みたいな。なんか、ちょっとビビってる、みたいな。まあ、でもお米売れなかったら全然関係ないでしょ。でもなんかお米先にこう配られたなっていうね、買う前にやっぱりまあ基本こう食べ物やからね、そうやな、消え物やからやっぱこう残しておきたいでしょ、グッズってやっぱり。まあそうね、形として。確かにそこは理由に、あの高額より前に理由としてあるんじゃない。
まあそうなの。これ会議で話すことかな。そうやね。だってでも全国放送で。容器容器ね。確かにそうやけど、だってお米2000円で、小西さんの本いくらでしたっけ？1500。うん。だってグッズとか、パーカーとかもあんまするしね、それなりに。そうやな。あ、まあだから後回しになるものかな。そうね。2000円のお米。まあ、でも本当にもうありがたかったですよ。本当に。そして、まあ、小西さん様様というかね、たまたま、あの、サイン会開いていただいて、で、グッズも、買っていただいて、ウィンウィンの、ウィンウィンのイベントになれたかな、っていうふうに思いますね。いやー、もう、向こう、助かったのこっちですよ、でも。まあ、確かに。絶対こっちだと思います。うん。ね。ほんま、ごめんなさいね、本当に。リスナーの目の前で、ただ、ジャッキーちゃんとずっとジャッキーの話して。反町隆史さんのロイヤルミークティーを黙ってみんなで聞くとか。黙って聞いてんの？あれなんでやったかな、なんでか分かれへんね。なんかリクエスト曲も、なんか募集しますみたいな、その場のノリで黙って聞くのが怖いな。ちょうどなんかそのスタンドバイミーとかいろんなその曲かかってて、うん、でなんか皆さんのリクエスト曲もなんか募集します言うて言うたものの、なんか曲が全然かかれへんかったりとかして、うん、でさっき全然かからなかった曲なんですよって言って、あの反町隆史さんのロイヤルミルクティー聞いてくださいみたいな、黙ってみんな聞いていやどうしていいかわからんのもある。絶対そうやって困らせてんねんって。そう、何人か下向くから、下見ない下見ないって言ったら、みんなこう上の方を見てロイヤルミルクティーを聞いてくれたりとか、すごいなんか本当リスナーの皆さん様々のイベントやったなっていうふうに思います。本当ありがとうございました。でももう基本はやっぱ小西さんの、サイン会でサインもそして本もね買っていただいた方々、皆さん本当ありがとうございました。またねこういうイベント、横浜アリーナとは別ですけども、ちょっとこうなんかそういうね、グッズがちょっと余ったりとかした時に、そういうなんかイベントができたらなと、そこで集まっていただけたらなというふうに思います。開会宣言はもうああやって磯野さんがね、うん、やるというのはもう決まってますから、ぜひまたねお越しください。さあ、気持ちよかったと思うで絶対磯野さん気持ちよかったと思う。なんだこの感覚は、こんなの初めてだみたいな感じになったと思うで。やっぱ落研ですもんね、もともと。落研ですから、やっぱそこで、まあ、受ける喜びみたいなのはもともと知ってあるから。これだけでこんな、笑ってくれるんだ、みたいな。最後、だからイベント、売れたな、グッズ売れたなとか言うたとか言うてないとか。言ったな、おい。言ってたら腹立つな、それも。タクシー回せこんなやろうみたいな。タクシー回せ言うたとか言うてない。言ってないですね。言ってないということでございます。言ってたら嫌いになる。ね、うまくいきましたね、やっぱりね。さすが東大という感じでしたね。ありがとうございます。ナイティナイのオールナイト日本、この番組はセブン&アイホールディングス、日本外資、出光興産、高須クリニック、栗本鉄工所、ワンカップ大関、弁護士法人、山下幸法律事務所、以上各社の協賛で東京中大区楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。はい。はい、岡村さん、そうですね、反町隆史でロイヤルミルクティー。ナインティナインのオールナイトニッポンではあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com です。ツイッターはハッシュタグナインティナイン ANN をつけてツイートしてください。ナインティナインはカタカナ、 ANN はアルファベットでお願いします。今夜はおじさんたちと一緒にわちゃわちゃしよう。ナインティナインのオールナイトニッポン。周年中途半端タモリタケシユミエンズルコ覚醒いってないない電気雲南雪ゲノム完全入って55周年ただの区切りふわついての上だけってオールナイト愛の証ロムかけるありたけ花咲く松長い夜に光るスターの
ってみたけど今日のトークマジでねえ。たけし軍団40周年記念公演、薄葉かげろうな男たち100点、ナイティナインのオールネット日本。さあ、それでは番組からのお知らせです。まずは再来週2月16日にお送りするスペシャルウィークのお知らせ。再来週はこんな企画をお送りします。題しまして、三四郎登場、聞けナイナイリスナー、これが三四郎だ。えらえーってね、えらえーって、うん、ゲストに三四郎の二人に迎えてお送りするスペシャル企画、はい、聞けナイナイリスナー、これが三四郎だ。さあ、どういう内容なんでしょうか。これまず三四郎のお二人なんですけども、うん、あんまりよく知らないじゃないですか。まあまあまあね、もちろんね、もちろんその三四郎っていうのはあの知ってるんですけど、ね、そんなにがっちり絡んだこともないですし、うん、まあよく知らないんですよ、うん。そう、ラジオもね、三四郎すごい2部から1部上がってまた2部上がってすごいこう頑張っているじゃないですか、うん。でもそれもなかなか長いことやってても絡みないんですよ、うん。だからわからないもんですから、うん、その三四郎についてというか、うん、三四郎のことをいろいろ教えてほしいなと情報ね。そうなんですよ。なので三四郎のオールナイトニッポンのリスナーの方々に、この話ちょっと振ってみてくださいとか、うん、三四郎にこの話してくださいって言ったら多分もう、うん、鉄板のというか、うん、そういうのが多分あるはずなので。まあそうね、そうなんですよ、うん。なのでその三四郎のリスナーの方々からこうどん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 情報を教えてほしい、うん。それを三四郎にちょっと何やろ、話してもらおうと。まあそうやね、いうふうに思ってるんです。せっかく来てもらえるんやからね。そうなんですよ、ご機嫌になって帰っていただきたい、ね。そうなんですよ、うん。なので何でも結構ですので、うん、送っていただきたい。架空の話、架空の話というか三四郎が食いつかない話ダメですよ。これやったらっていう、うん、もうわーっと喋り、本物のやつ、本物喜んで話しそうな。そう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 、三四郎の二人がね、言うたらイメージですけども、ダイアン津田の、うん、高校落ちた話みたいな、うん、ああいうような感じの。そうね、ユースケのハウスマヌカンの話とか、そう、ああいうような感じ、短大出てハウスマヌカンやりましたっていう、うん、ああいうような感じの三四郎のどんどん教えてほしいなと思ってるんで、はい、ぜひお願いいたします。はい、三四郎のファンの皆さんですね、盛り上がりそうな三四郎情報を送ってください。宛先は B 番号 100-8439 日本総内記内のオルネット日本、三四郎情報の係まで。メールの方は nn@orunetonippon.com nn@orunetonippon.com までお願いします。はい、そしてもう一つ大事なお知らせがあります。お願いします。オルネット日本55時間スペシャル、トップバッターナイティナイン。さあ、はい、もういろんなところで報道されております。オールナイトニッポンが1967年10月の放送開始から55周年を迎えたことを記念して、日本放送では2月17日金曜日から、金曜日18時からですね、2月19日日曜日25時まで、実に55時間にわたり特別番組、うん、オールナイトニッポン55時間スペシャルが放送されます。すごいですね、はい。この特別プログラムの一番手、トップバッターを我々ナイティナインが務めさせていただきます。はい、はい。前日の2月16日木曜深夜ですねはレギュラー回ですから、そして翌日2月17日の金曜18時から55時間スペシャルのトップバッターと、2時間ですね。これは16日にもやってるからもうカスカスかもわかんない、喋る。15時間でそんなに何も起きないですもんね。いや起きないですよ、ね、大丈夫かな。55時間もあるトップバッターでカスカスの放送から始まったら、まあカスカスですよって言っときましょうか。もう
ちょっとオープニングはカスカスかもわかんない。すごい。カスカスかもスカスカですよ。だから16日がもしかしたらカスカスかもわからへんし、17に残しとかなあかんのかもわからへんし、うん、みたいなね。でもまあいつも通りやらせていただけたらなというふうに思いますけどね。はい。はい、そして、もうね公表されてるこのねメンバーもすごいですよね。タイムテーブルっていうんですか。すごいよね。ラインナップがすごいよ。交渉中もまだいくつかありますけども、もうほぼほぼそうやね。さんまさん、タモリさん、すごいじゃないですか。あれうっちゃなんちゃん、中井はオラやってる時、えどうやった、あどうやったっけ、オールナイト、オールナイトやってたよね。まあかぶってるんじゃないですか。あれ2部、僕らが2部やってる時やったっけ、中井。いや1部なっててやってたんじゃないですか。あれでもなんかほら、中井さんお疲れ様でしたって言えへんかった言うて、なんか怒られたことなかったっけ。あれ2部やったっけ。だから中井の後やってません。ほら月曜1部が中井さんで、で木曜2部が俺ら、火曜2部え、何言ってんの、いっぱい言ってるもう分からへんようになって。だから何をやろう、夜会の後に僕らやってて、そうそうそう、だから月曜2部ないない、そうだから月曜1部に中井正広がやってるから、なるほど、そのだから中井さんお疲れ様でしたを言いなさいって言って怒られたりとか、すいませんでした、そういうのもあったな。電気グルーヴさんとかもそうちゃう、我々がやってる時ちゃうかなと思うけどな。そうか、そうだね、うん、松山千春さんもやで、すごいな、すごいよ松山千春さん、電気グループさん、我々が始まる前まではやってはったんや、電気グループさん。いやそもそもほら福山雅治さんとかも、うん、ねこれ我々が、福山雅治さんがちょっとお休み、されるということで我々一部やらせてもらうことになったんですよね、うん、相手でも それもだからあれやよね、始まって初回に馬車を返して言ってタクシーねあの追っかけられて、僕ら知らないです、しぶり出たなその話僕ら知らないですよって言って、タクシーから分からない、僕らじゃない、知らないかなって言って追っかけられたりしたこともありましたけど、さあそうなんですよ、はい、この日はねスペシャルコーナーということで、悪い人の夢55時間スペシャルをお送りします。はい、夢見ました、何々が何々していましたというね、今でもずっとやってますけども、悪い人の夢のコーナーですけども、55時間スペシャルということでございますので、この55時間に出張るパーソナリティの方々のなんか悪い、人の夢、ができたらなというふうに思っております。うん、出演者ならどなたでも、そうですね、ゲストの方もいっぱいいますしね、うん、そうこのヌーさんとかもアイコもユズもネプチューンクリームシチューいっぱいおるの、鶴子師匠、鶴子師匠朝5時すごいな、早い、鶴子師匠朝5時から あれかな、ピンクやんのかな、ピンクラジオやってほしいな、ジ・アルフィーの皆さんすごいな、すごいよ、イルカさん、うん、すごいや、これみんなのみんなの写真が面白いな言うて、うん、若いあの昔やってた方々とか、まあ、昔の写真がねすごいよね、うん、ネプチューンも古いしこれネプチューン古い写真やでこれ、うん誰かゆずさんこれ
これ増田岡田に見えるんて誰やそんなこと言うたちょっと遠すぎてね、遠すぎて小さすぎて、今見てるこ の, あのタイムテーブルがあのゆずさんがすごい小さすぎて、ゆずさんとクリーピーナッツさんがあれやねんけど、一瞬あ増田岡田出んねやって思ってしまうぐらい写真が小さすぎるんですよ。うん、でももうゆずさんもそうやね、ゆずさんも僕らやってる時月曜日じゃないかな、ゆずさんちゃうかった。ああでもそうやな、そんな記憶曜日まで覚えてへんな。ゆずは月曜日やったような気する。月曜日よ、うん、月曜2部からやって水曜1部、水曜日が全然ちゃうかったわ、月曜2部やったのか、まあ、とにかくすごいメンバーで、そうなんですよね、 誰かしらやっぱりその時の青春時代の人らがね、そうね、パーソナリティを務めてはったと思うんで、思い入れある方が必ずいると思います。ぜひね、はい、あの聞いていただけたらなというふうに思いますけど、はい、詳しいラインナップはオールナイトニッポンのホームページご覧ください、はい、宛先は夢番号 100-8439 日本放送ナイティナイのオールナイトニッポン悪い人の夢55時間スペシャルの係まで、はい、メールは nn@olnightnippon.com nn@olnightnippon.com までお願いします、はい、もう一度おさらいしましょう。オールナイトニッポン55周年記念オールナイトニッポン55時間スペシャルは日本放送で2月17日金曜日18時から2月19日日曜日25時までの55時間お送りします。ぜひお聞きください。ナイティナインのオールナイトニッポン。織田信長にちなんだ信長バナナ食パン10点。ナイティナインのオールナイトニッポン。さあメールが来てます、はい、ラジオネームニッチ。チャック三浦という名前の先にスプラッシュ三浦があったんですねそうなんです。水泳大会をやったら見れるんですかね、楽しみです。これがね、でもその三浦氏の高校の時の、先輩やっていう人、先輩の友人かなんかで、うん、その方も来てくれたんですよ、サイン会に、うんうん、で、その人に聞いたら、うん、当時のチャック三浦氏は逆三角形だった、うん、あいわゆる水泳選手のそんなおしっこ漏らすような特有のパンツの中に出すような人じゃなかったという、うん、まあ、早かったんですよって第三者の方が言うてはったんで、すごいじゃないですか、間違いないはずですよ、うん、逆三角形だった。ちょっと嬉しいでしょ、そういうの。ね。でも、今、トントンですかね。おしっこ話が先に来てるんで。まあ、超えないですね、トントンですね。まあ、でもね、サイン会に来てくれはった方の中には、チャック三浦氏、好きですっていうね、女性の方もおられましたし、はい。うんうん、チャック三浦ファンの方もおられましたよ。よかった。はい。恋へと発展しないもんですかね。スーッともう、グッズ売り場の方に行けました。うん、ちょっとね、どうやったのかちょっとわからないですけどね。そういう人もおられました。ラジオネーム、寝ても覚めてもダメ人間。選手のイベントの16時台に参加させていただきました。磯野さんがたけしさんの真似をするタイミングで会場のリスナーが全員笑いながら喜んでいました、うん、また16時台にお米売り切れましたと伝えに来た磯野さんが大変可愛かったですと、うん、嬉しいもんね。これは16時ぐらいが最も完成形に近づいた、うん、形やったのかもわからないですね、うん、あ、ジャッキーちゃんが来た時や。ジャッキーちゃんもラジオですけど、何でしょう、ついたての向こうでしたけども、ちゃんとジャッキーのこのプロジェクト A の曲があったらこうジャッキーのこの走り方ちょっとしてね、うん、やってくれてましたよ。誰も聞いてない私と二人のジャッキーチェーンの話
まだジャッキーちゃんもリスナーやから同じように助けられたんですよ。いやー、本当リスナーに面白かったな。ラジオネームマール岡村さんと三四郎は三四郎のオールナイトニッポン第43回日本アカデミー賞スペシャルで一度ラジオ共演してるはずです。でも誰も覚えていないので岡村さんも覚えていないと断言できます。そうや、写真撮ってる。会場で三四郎がアカデミー賞の会場でやってて、ほんでなんかこのいる人捕まえてちょっとこうインタビューするみたいなやつやったわ。 あ覚えてる、覚え出した。それで共演して、そう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 、まあ忘れてたことに怒られるでしょうね。慌ただしかってんこの時、なんか三四郎なんか誰捕まえてええのか分かれへんみたいな、なんか根こそぎこうわーって三四郎も忙しそうやったし、俺もなんかどっち行ってええのか分かれへん、よう分からん状態でやってたから、うーん、あったね、あったあった、ごめんね。でも何を喋ったのか、映画のことやったかな。そう、だからこうなんかどっぷり話すほど絡んでないという、そうやね、ことですよね。映画の話やったりこうなんかそんなことやったから、あんまり三四郎と話したという感じではなかったのかもな。だこの時の話振っても多分食いつかへんと思う。三四郎はね、あの時みたいなことはないよな、ね、何が鉄板の話なんだろうな三四郎のね。科学的分析による世界で最もハンサムな顔第8位ジョージ・クルーニー61点ナイティナインのオールナイトニッポン。小柳ルミ子カレーをおかわり2点ナイティナインのオールナイトニッポン。メールです。これはラジオネーム時計フリフリ。三四郎の相田さんは小宮さん曰く虫なので反応が鈍くても許してあげてください。虫、小宮さん曰くね、虫なんです。昆虫の、昆虫の、そうあ、だから反応が鈍くても、あ、虫なんだなと思って許してあげてくださいということなんでしょうね。ちょっとまだ分からへんけどね、まあ、小宮さん曰くやからね。ラジオネーム深夜にシリアル、三四郎さんのエピソードですが、相田さんに学園祭のエピソードトークについて振ってください。約30分のトークの中に何の山場もなくクソトーク、いわばフランス映画長尺トークとして伝説となっています。おお、フランスの映画ね、何にも起きひん日常のでも好きな人は好きという、学園祭のいろいろあるね。学園祭やったらね、星野さんの方があるよね。なんか女子大かなんかの女子大の、なんか学園祭に、吉本の社員さんとして行ったらしいんですけど、ずっとその実行委員から不審者扱いされてて、本当に吉本の方ですか、吉本の社員ですって言って、なんかそういうなんかパスみたいなのを見せるんですけど、ずっとその実行委員からずっと不審がられてて、なんでなんやろ、分かれん。でなんかずっと監視されてるような状態やったから、その日の芸人さんと積極的に喋りかけて、学園祭に来てる芸人さんに喋りかけて、分かってもらう、喋ってもらうことで社員さんやっていうふうに思ってもらおう思って、日頃喋れへんのに積極的に芸人さんと喋ったらしいわ。なあ、でもずっと最後まで本当に吉本の方ですか何度も何度も聞かれたらしい。なんか挙動不審やったとかじゃないの、ほら覗き癖あるやんか、星野さんってこうなんか大丈夫ですかみたいな、あ、そろそろ打ち合わせよろしいでしょうかみたいな、一瞬こうなんか扉が開いた時とかスッてこう見たりするやんか。そうか、それが怪しく見えたんか。そう、実行委員からすると何この人って、最初どちらの方ですかみたいな、実行委員
院の方から言われて、いや吉本ですって、本当に吉本の方ですかみたいな。困るね、証明の仕方がね。でもその認めさすためにすっごい芸人さんと喋ったらしいよ、うん、仕事の話やろうけどね、それで認めてもらう、まあ、最後認めてもらったかどうか分からへんけど、ずっと不審者やと思われとったらしい。まあそういうマネージャーかわいそうやな、ちょっとな、そういうとこはな、うん。ラジオネーム独身講師、三四郎さんのオールナイトニッポンで伝説になっているのは、二人が全裸で放送を2時間行ったことです。リスナーはなぜ全裸になったかを知っておりますが、来年の二人にはこのいきさつなども含めて聞いてもらいたいですと。すごいな、うん、言わずにやったんや、全裸であること。あ、まだ来てから聞いた方がええんか。そうか、今日読まんでもええんかいっぱいも教えてくれるから。そうかそうか、あの、うん、三四郎のリスナーの方はもう知ってるけど、もうそうそうそう、そう、こういう話ですよ。我々のリスナーは分かれへんし、俺らももちろん分かれへんしっていうことやね。今聞きたかったらあかんよね、俺らが。そうやね、来てから話してもらわないとね。だうちのラジオに来た鶴瓶さんがね、うん、ズボン脱いでね、うん、ここのスポンジ取ってお尻に挟んでっていう、うん、何してるんすか、でも何もしてません、すごいよなあれ、脱いでません、何々騙されてます、あれ悪べ俺最後の言葉覚えてんねん、俺証拠はえって言った、すげえやろ、証拠はえって言うてん、これ確かにラジオやから、そう、脱いでません、これらにしか、騙されてますね、お前らはほんまに言うて、すげえよ。すごい。大阪のおじさんの逆ギレの時。証拠はええって言った。みんなの知らん悪部さんをね、我々見ることはありますけど。悪部師匠は出ますよ、ちょいちょいね。フジテレビでね、我々の控え室に入ってきて、我々の弁当ばーっ食い出して、なんでうちの番組のお弁当食うてんですか。かまへん、業さん余ってねえから。いや、余ってないですよ。これもスタッフの方も食べるんですから。そんな、もううち、鶴瓶さんの方の番組のやつ、あの、食べてくださいよ。でも弁当ないねんって。でもうちの食べたらあかんやろ。ほんな金払うわ言って、お金バーン投げた人ですから。悪いこれでええやん言って、お札を投げた人です。多分これリスナーがね、また鶴瓶さんのラジオに、こんなことありましたかって、いやもうなりません、そんな嘘ですって、ないないにはめられてますって。だから55周年の時さんまさんのところにね、55周年違う55時間の、うん、の時はさんまさんのところにゲスト鶴瓶師匠、またさんまさんの時はまたさんまさんの前の鶴瓶師匠おるからちゃんとうまいことね、いじられに、まあ、でも面白い回になるでしょうね、これはね。19時から2月19日の19時からの予定ですね、これね、うん、楽しみですよ。もう一枚いきましょうか。ラジオネームずっと春休みでいいのに、小宮さんは今年の年越し特番と通常会が2日連続だったことにとてもキレていました。僕の予想ですが、小宮さんは再来週ゲストとして登場するだけでなく、55時間スペシャル、通常回と週3回ラジオをすることになるので、悪態つくこと間違いなしだと思います。ああ、3回、そうか。ゲスト。まあ、あ、そうやな。17日に始まって、27時から三四郎をやるんでもね。20時からも出んのか。あ、オールナイトニッポンゼロにも出んのか。むちゃくちゃ出るやん。そうそうそう。そうやね。だから悪態つくんじゃないかという予想です。あ、それはありますよ。うん、東野さんが大阪でラジオ4本やってる時に、喋ることないわって言ったらしいですから。まあ、ないよね。4本ラジオやってはったっていう時代もありますからね、東野さんが。うん、いや、そうか。めっちゃ出んねや、三四郎。大変。ね、まあまあ、でもね、好きやったら嬉しいでしょうけどね、さすがに3回は文句が出るかなと。オールナイトニッポンゼロも出んねや。ゼロやってるから。そう。メンバー。
メンバーが揃うでしょ。ああ、ゼロでもやるからか。そうか、すごい。20時からね。すごいね。すごいやん、エースやん、これだけ見たら。そうよ、引っ張っていくのよ。うん、あのこの中に二個名前あの最初だけちゃう？うん。まあ普通。ああ、そうか、佐久間さん。佐久間さんもか。ああ。エースやん。そう。新エースやん。そう。時代の。すごいね。うん。でもまだこれ決まってるだけやからね。まだ誰が、どこでどうやって出てくるかもまだ分かれへんし。ジャッキーちゃんは出ないの？ジャッキーちゃんは。だからこの交渉中のとこですよね、可能性があるとしたら。うん、交渉中。うん、名前出てるとこは決まってるから。そうか。そう。うん。でもしかしたらね、どっかジャッキーちゃんさん出るかもわからないですよね。ジャッキーちゃん今震えてるんじゃん。えっ？いや、わかれへんね、それはまた。どっかが開くかもわかれへんしね。出てるやつは決まってるんですよ。あ、これはそうか。もう決まってるんです。そうか、それ以外の。後とかないんですよ。そうか、そうか。交渉中だけわからないという。なるほど。交渉中あるもんな、一つ。交渉中三つある。あ、三つあるか。トータル三つ。最悪三四郎。ずっと三四郎になる。これはまあ困った時の三四郎。ほんまやな。なるのか。確かにその可能性はあるよな。いや、でもずっと文句言いながらな。いけんちゃう？でも全然キャラ的にも、うん、全然面白くなると思うけどね。うん、だからすごい。そうか、その前の日もラジオ出てくれんねんからね。そう、ゲストで来てくれるから。そうか、うん、すごいな、働くな。うん、まあ、楽しみではありますけど、はい、これどうしましょう。コーナーいけますか、いけますか。悪い人の夢。さあ、まずはですね、群馬県の虎の子からいただきました。今見ました。悪い週刊誌の記事を読みました。衝撃ナイティナインに別居報道。2月某日、本誌のデスクに驚きのニュースが飛び込んできた。ナイティナインの岡村隆史と矢部浩之は現在コンビで一緒に暮らしてはおらず、それぞれの家族と暮らしているというのだ。もともとは同じ高校のサッカー部の先輩後輩という間柄だったが、高校を卒業した矢部が一つ上の岡村を誘いコンビを結成。大阪から東京へと進出した際はホテルの同じ部屋で寝泊まりをするほどの仲だった二人。また、仰向けに寝た矢部の顔の上にパンツを脱いだ岡村がまたがり、矢部が出されたクイズに間違えるたび岡村がだんだんしゃがんでいく、血芸アップダウンクイズなるゲームをプライベートで楽しんでたという二人に一体何があったというのだろうか。そこで我々は有楽町日本放送にいるという本人に直撃した。岡村さん、矢部さんと一緒に暮らしてないというのは本当ですか？矢部さんどうなんですか？我々からのストレートな質問に二人はクエスチョンマークを浮かべ、ヘラヘラしながらラジオ局へと入っていった。なお我々の取材に対し吉本興業は、岡村と矢部が一緒に暮らしていることは、暮らしてないことは事実ですと答えている。再び二人が決議アップダウンクイズを楽しむ日は来るのだろうか。そうか、三四郎はね、全裸でやったことありますけど、ラジオではやりました。決議アップダウンクイズ。ラジオやった、やった。やったね。やったと思う。やりましたね。うん、ナイチンゲールもやりましたね。ナイチンゲールやってたな。やりました。あれ、あの時でも、あれちゃう？ A 先生ゲストやったんちゃうか。A 先生来てやった時もありますもんね。うん。そやそやそや。やりましたね。ゆで卵先生ともやりましたっけ。そうか。A 先生ともやったん覚えてるわ、なんか。そうですね、ナイチンゲール。ナイチンゲール、そうですね。調べたらわかるんですかね。まあ、わからないですけど、わからないならわからないままでもいいですけど、水内、差し上げておきましょう。続きましては、杉並区ダラスマブスからいただきました。今見ました。オールナイトニッポン55周年記念、特番の会議を見ました。55周年記念特番の出演者さんで交渉中だった人たちの状況をどうや、難航してるか、粘り強く言ってくれ。もうすぐ OK ですな人がいる。誰や、
出川さん、出川はあかん、10時台のオールナイト日本はオールナイトじゃないと批判されたの忘れたんか。日本放送あいつを許さへんってこの間会議で改めて確認したやろ。年末に内々のオールナイト出てるのもあれはお付き合いやからな。ホリケンとのオールナイトで大人の都合で一人になったら急に無言になって放送事故起こしかけとるし、あいつは絶対あかん。あとはトム・クルーズとクエンティン・タランティーノに交渉中。誰がそんな勝手なことしてんの。石田太也さん、確かに昔映画の PR で来日してた時にコメント取ってきたけどやな、若者や子供にメッセージって言うて変な空気なったやろ。なんでもう一回いけんねんそれ。え、さっきオケ出た確定。うそやろ。じゃあとりあえず追加の出演者トム・クルーズとタランティーノが確定で発表。やっぱり石田さん奇跡の人やわ。石田さんね、石田太也さん、ほんまやな。あの時もトム・クルーズ、あれトム・クルーズ何やった、ミッション・インポッシブル2やったっけかなんかやったんちゃうかな。すごかったよねあれ、最後の質問って言って当てられてな、当てられてトム・クルーズに、うん、若者の番組を担当してるんですがって言ってね、何か若者にコメントを言うて言わはってな、うん、でコメントくれたよな、うん、そういち誰でしたっけそれ言った、なんか記者の人、それともあの戸田夏子さん戸田夏子さんがあの一番後ろの眼鏡の小さい人って座ってんのにね、座ってんのにね当ててもらえて、奇跡の、ね、奇跡の人と呼ばれてね、記者タイヤさん、うん、またね55時間も多分どっかで何かしら、関わるんでしょうけど、スリーナイン、差し上げときましょう。続きましては、荒川区佐野ののた、あ、ダラスマブスも来てたっけ、男前やってんなダラスマブス。びっくりした、そのハガキ職人情報。男前やった、男前やって、うわっダラスマブス、おい思わず言うて男前やなって言って、うん、言うてもいやいやみたいな感じやったけど、すっごい爽やかな感じのイケメンでした。若かったしね、まだね、20代やったよ。荒川区佐野ののたからいただきました。確かに、いや大成功や、ほんまやね、ネタはがきじゃなくなってしまうぐらい大成功ですよ。いやそりゃそうですよ、売れたな言うたんかな、タクシー回せこの野郎、打ち上げ行くぞ、ビンタしたろかなどこだ会場、そんなこと言ってたらビンタしたろかな、生だ生ちって言うたとか言うてないとかですよ。嬉しいよ。いやさ、もう大変想像もつかない仕事やと思うけど、そうですよ、めっちゃ嬉しいと思うね、この完売、お米完売、言ったろうなろう、ビンタしたろかクジラ屋で行くぞなろう、今日は飲むぞってっていう、あんちゃんも来るか、磯野さん、磯野さんクジラに行っても普通のお客さんとして何名ですかって言われるかもしれない。磯野さん俺にあんちゃんも行くかって言った言うたとか言うてないとか、と調子乗ってんなあんちゃんも行くかってしたら調子乗ってるよね。スリーナイン差し上げときましょう。続きましては杉並区ダラスマブスからいただきました。今見ました、塾の授業を見ました。二代目矢部浩之オーディション突破コースを受講される皆様、今日はよろしくお願いいたします。先週のラジオで聞きましたでしょうか。エントリーナンバージャッキーちゃんが参加し、残念ながら落選となってしまいました。この落選理由は濁点が多いこと、このことから分かるのはハキハキと歌うことがポイントであるということですね。二代目矢部浩之になるため、タートルの着こなし、右手のリズムの取り方、高音の時苦しそうな顔をして顎を上げる様など、癖を真似るだけではなく、ハキハキとスタンドバイミーを歌う練習をしてください。そして皆さんが一番疑問に思っていること、このオーディションがいつ開催されるのか、そもそも開催されるのか、ここが一番の難関ですね。残念ながら誰もわかりません。吉本も日本放送のスタッフも知らない、ましては審査委員長である矢部さん自身も知らないという、大変参加自体が難しいオーディションとなっています。ただ姉妹コンテストである岡湾が自動エントリーの突然開催方式であることを考えると、今この時点も二代目矢部浩之オーディションの審査という可能性もあります。ぜひ二代目矢部浩之になるため気を抜かず頑張ってください。さあ休憩を挟んで特別講師原口あきまさ先生の授業です。
確かにジャッキーちゃん落ちましたからね、二代目オーディションも落ちて残念ですけどね。残念ですね、うん、ちょっとすっごい味あったんですよ、うん、東京サタデナイトは上手でしたけどもね、うん、もしかしたらね、オカワングランプリなのか、もし開催されるなら歌謡祭でもしかしたらジャッキーちゃん歌ってくれるかもわかりませんしね。まあ、だからあこんなスタンドバイミーになるのかとかね、うん、そうですね、聞きたいよね。ちょっとこう新しいバージョンのね、うん、やつ、もしね聞かせていただけたらなと、うん、2代目新矢部浩之、2代目2代目って言ったっけ、何て言ったっけ、新矢部浩之かどっちでもええけどどっちでもええけど、まあまあ ね、うん、新矢部浩之、みんなが書いてきやすいように決めた方がいいね、うん、新矢部浩之が誕生したらカタカナの新、ああいいですね。いやそんなそんな別に俺別にナイスアイデアノリノリで言うたんじゃないのよ。新ウルトラマンとかそんなに新エヴァンゲリオン、いやたまたまそんなんあったからな。あいいですね、カタカナにしましょう。僕はてっきり新加瀬大衆の新と思ってたんですけど、いつか工藤兄弟と喧嘩させようと思ってました。新矢部浩之と工藤兄弟と、いやいや喧嘩も嫌やし、それは浅草橋ヤング用品店時代の企画やからテリー伊藤さんが仕掛けた、そうそうそう、工藤兄弟さんってこんな怖いにやと思った瞬間でしたけど、工藤兄弟が役者さんやったんやろね。そうやろね、もう一個上手の、そうやったと思う、うん、乗っかってその企画に乗っ、今考えたらね、この話知ってる人おんのかな工藤兄弟と新加瀬大衆の三四郎リスナーなんてポカーンやで、ポカーンや、坂本一生の喧嘩なんか絶対ほぼほぼいないと思うけどね。坂本一生違う、新加瀬大衆、新加瀬大衆、あ坂本一生になったんや、新加瀬大衆が坂本一生さんで名前もらって新加瀬大衆のままずっとな、ああえもう一回言って、どっちやった、最初は新加瀬大衆で出てんけど、出てた、その後、うん、やっぱこれおかしいぞってなってやっぱり坂本一生という芸名を坂本一生になってんな、そう、そね、記者会見しちゃって新加瀬大衆ですみたいな、そう記者会見したけどやっぱりなんか変やなってなったという、あとやっぱイメージももう加瀬大衆さんのイメージとガラッと違ったから、そうやね、でも爽やかでタンクトップ着て新加瀬大衆さんでもなんでかそこもなんでか忘れた、工藤兄弟が怒ってるみたいになってで喧嘩になったのよ、喧嘩すんのよなんかリングでしてたな、そうや、あれどんなルールでやってたんだっけ、だからほんまの喧嘩だから、テリー伊藤さんもあの天才演出家やから、そんなもん普通の喧嘩やったから、そうやったらもうリングで言うたらブレイキングダウンみたいなもんやん今の、まあ、まあそうやな、このリングでゴールデンタイムでやってた、ちゃんとルールのもっとやりましょうみたいな、うん、でも工藤兄弟2人いるから、うん、そうやで、新加瀬大臣2対1やからね、いくら鍛えてるっちゅうたかって2対1、2人相手はきついよそやろ、うわこれ今見てもおもろいんちゃうあの企画何してんのこれっていう目線で今見て笑えるんじゃない、まあ、あの時俺らそばにおったからちょっとな、そうなんかそこまで近すぎて空気じゃなかったのよね、うん、ただ工藤兄弟怖っと思ってしもて、そういいとも青年隊やったのにと思ってでもほら俺らと会ったら普通にすごい優しい子らやったんや、人らやったんや、そうや、ね、だから俺あ仕事でやってはんねやとは思ってて、演じて頑張ってはんねやと。でも俺は新加瀬大衆もええ人やなと思ってたから、なんか。いや、そうよ、もちろんそう。なんでこんなことに巻き込まれてんねやろって。なんでこの人が新加瀬大衆になったんやろとか、今でも思うもんね。選ばれて。選ばれたかな、偉い人に。うん。君は、明日から新加瀬大衆だ。って、選ばれてしまったの。えってなるやろ、でも新加瀬大衆からしたら新加瀬大衆やないし、え
違うだから新加瀬大衆だって言われたの明日から。いやでも自分やったらどうするもん新加瀬大衆だってえってなるやろやっぱり。違いますって言うよ。そうやろ。でもあの人は飲み込んだよそれを、うん、って思いながらもはいって言って。やっぱり飲み込むのがいい人やねん。いい人やと思ったもん。多分いい人やね。絶対普通やっぱ違いますとか嫌ですとか言うもん普通ちょっと待ってよちょっと待って、なんであの人新加瀬大衆になったん？そもそも。そこを分からへんようになって思ったわ。オーディションか？だから。オーディションやったか？違う。スカウトされた。言われてそう。だからスカウト。そんなんやったらあかんて。スカウトされて君は新加瀬大衆だって言われたら飲み込まれへんって普通。そうやろ？ちょっと待って。ちゃうて。ほらまた、こんな誰も分からん話で。ハッピーハッピーですやんと一緒になったやんこれあの人なんでやったほんま調べてどうなった教えて誰か選ばれて最後の人39急に選ばれてんてちょっとすまへんなは髪切り切り髪切り切りはナイティナイの俺たち日本よちょっと整理せなあかんってほんまに。ああメール来ました。ちょっと我々もそのわからないストーリーがあったんですよね。これラジオネームワンツー。工藤兄弟と新加瀬大衆との喧嘩ですが、TBS 放送のスポーツマンナンバーワン決定戦に両者が出演した時に棒倒しの競技で工藤兄と新加瀬大衆が喧嘩になったことがきっかけです。ガチやったよ最初。違うそれはええやんか。なんで新加瀬大衆が生まれたかっていう話やんか。なんで飲み込んだ、まず喧嘩の原因なんかはええねんて。まず、途中やからちょっと待って。うん。ね、うん、それが、工藤兄と新加瀬大衆が喧嘩になったのがきっかけ。お兄さんの方ね。そう。うん。まあ、パッと見て、ちょ、お兄ちゃん当てろ言うたら難しいから。わかれへんかもわからんけど。坂本一生さんが先に四角から殴ってきたと、工藤兄が語っています。新加瀬大衆やろ坂本一生。ちょ、待って、ほら、もう、情報、おかしいやん。じゃ、まずはやん。で、ちょ、統一しよう。どっちで呼ぶ、うん、新加瀬大衆。新加瀬大衆。坂本一生か。新加瀬大衆。新加瀬大衆で、これ、皆さん統一します、ちょっと我々は。うん、そう、これがきっかけ。で、浅草はシヤング用品店が拾った。ああ。それは。で、企画に。しようと。なるほど。天才演出家がこれ面白いなっていう。いうのが入り口ですよね。じゃじゃ、入り口が飛んでるやん。新加瀬大衆がなんで記者会見したの？ほんなら。なんで加瀬大衆さんが、引退しちゃったんかな？移籍、うん、事務所移籍。とにかくその子の事務所を辞めはるみたいなことになって、うんうん私が新加瀬大衆ほらほらそこもう10ページぐらい飛んでるもんそんなわけないその新加瀬大衆って言われる瞬間ざっくりやでざっくりでもざっくりすぎスカウトなのかオーディションなのかそれも分からへん加瀬大衆さんを育てた人がうん、うん分からない。ちょっとごめんなさいね。事務所の社長さんなのか、分からない、うん。とりあえず、とにかく、加瀬大衆さんを。失った。そう。育てて打った方が、うん、こだわってはったの。やっぱ、加瀬大衆やっぱり、うん、いてほしいと、うん。で、新加瀬大衆を。急やん。あの人なんで、タンクトップでじゃあ記者会見しはったんだから急やねん。だから、急に新加瀬大衆、デビューしますって言って会見しちゃってんて本当これは本当急やってんよう飲み込みはったな君は新幹線でしえってなるやん普通はい僕がですかってなるやんなるそこ飲み込んで記者会見できる もちろん多分何ターンかはあったよなぜ僕ですかとかは絶対あったと思うねでまあ納得してなんで納得できたん新加瀬大衆。加瀬大衆さんがいてて、新加瀬大衆ですって言えんの
やっぱ加瀬大衆さんへの憧れとかもあったんじゃない、やっぱり。今全国で新加瀬大衆の話してんの、うん、俺らし二人だけやろな。絶対そうやな。これ分からんわ。でももっと知りたい、真相知りたい。ほんまやわ、殴ってきたんは分かるけど。You better grab some coffee. Your mind's beginning to play tricks on you. ナイティナイのオールナイトニッポン。ナイティナイのオールナイトニッポン。30周年記念漫才。さあ、まずはですね、東京都のナンバーセブンからいただきました。岡村です。矢部です。ナインティナインですけど何か。あのさ、やっぱ歌が上手い人ってかっこいいよね。かっこいいね。ほら、あの人すごい上手いんじゃん、あれ。錦野明。錦野明上手いよね。そうだよな、上手いよな。そりゃ、錦野明は上手いよ。錦野明さんな。え？錦野明さん。お前先輩だぞ。ずるいじゃん。お前が先に錦野明って言うから。そういうとこだぞ、お前。まあいいや。それとさ、あの人も上手いじゃん。あの、あれ、和田。和田さんはもう日本を代表する歌手だからね。俺も生で聞いたことあるけど、和田の歌声ほんとすごいよ。あ、俺も聞いたことある。和田さんすごいよな。また聞きてえな、和田の歌。あの和田の話してるんだよな。うん、和田さんな。お前、大先輩だぞ。え、嘘でしょ。お前やべえよ。アッコさんに和田はやべえよ。いや、お前がずっと言ってたんだって。お前がそんなやべえやつだと思わなかったよ。まあ、それは置いといて、歌が上手い人の話な。ただ一番すごい人は、といえばもうサブだよな。おーい！サブはすげえよ。いや、震えてくるよ。せめてちゃんはつけてくれよ。サブの祭りは見応えあるね。祭りだっつってね。お前が炎上で祭りになるよ。サブは北三ブラックっていう競走馬も所有してるからね。こいつ怖すぎる。サブイボ出てきた。おい、今サブって言ったろ。言ってねえわ。北島三郎さんな。いや、サブイボって言ってんだよ。あと全部お前が言ってんだよ。いい加減にしろ。一回ここでもあれやな、和田さんすごいなってサン言うてんねんな。途中で。そうやな、そうやな。うん、和田で統一したいところではありましたけどもね。スリーナイン、差し上げときましょう。続きましては、うん、新宿区のダンダダンからいただきました。どうも、ナインティナインです。突然ですけどね、僕漫画家を目指そうと思うんです。初耳ですね。今ね、漫画からドラマや映画になったりするでしょ。そしたらね、メメとかにも出てもらったりね、夢のある職業やと思うんですよ。そうやね、夢はあると思う。でも、そう簡単なもんじゃないでしょ。わかってます。一応もう原案できてるんです。おお、聞かせてもらっていいですか。今ね、八村塁やらスラムダンクでバスケが大人気やないですか。だからね、バスケ漫画です。おお、ちなみにタイトル決まってるんですか。よくぞ聞いてくれました。タイトルはバスケマンに憧れて。ダサいですね。一応アニメ化も視野に入れてシーズン5ぐらいまで考えてるんですよ。あ、思ってるよりしっかり考えてるんですね。もちろんです。シーズン1の1話目のタイトルが体育館のあの子。あ、いいじゃないですか。2話目が恋のダブルドリブル。青春ですね。3話目がプリントノールックパス。バスケしてます？なんか嫌な予感するな。ちなみにシーズン2の1話目は？君のハートにレイアップ。シーズン3の1話目は？君へゾーンプレス。女子ばっか追っかけてへん？シーズン4の1話目は？バッシュ？何？ほら、バスケしてへんやん。女の子ばっかり追っかけてるからやん。やっとバッシュ？まだバッシュ知らんの？シーズン5の1話目は？渾身の入部届け。まだ入ってへんのかい？もうええわ。よくないわ。タイトルダサい言うたやろ。それも含めてやめさせてもらおうわ。ありがとうございました。バスケまで。これちゃんとしたら、ちゃんとするネタになるね。営業で使えそうな。ここめっちゃ受けるんですよ。バッシュって何？ほらっつって。バスケしてへんやんってなるとこでしょ、これ。一番ここ受ける。すごいオリジナルネタやね。いや、ほんまやな。ここ、うん。何やねん。この、ダンダダン。タイトルダサいわって言ってるけど、ラジオネームダンダダンやねん。そうやんな。な、ここはあんまり考えへんタイプのダンダダンやねんな。うん、まあまあ、ペンネームって難しいっちゃ難しいですけど、ウィルソンとスリーナイン差し上げておきましょう。今日は以上です。来週の情報入ってますか？
どうなってんの。しっかり準備してきたよね。準備してきたよ。大丈夫？大丈夫だよ。自信ある？自信あるよ。いけそうだね。頑張るよ。頑張って、頑張れ受験生。ナイティナイのオールナイトニッポン、ナイナイ共通テスト。さあ、このコーナー、全国の受験生を応援するお部屋探しのエイブルの応援を受けまして展開しております。共通テストよりもある意味難しいと言われている試験、ナイナイ共通テストに出そうな問題とアホな答えを送ってくださいというコーナーでございます。まずは岩手県ドンカマチョからいただきました問題。通知を許可しますか。いいえ。これもよう出るよな、うん、最近ペーストも出るようになってない？ペーストを許可しますかみたいな。出るような、何をしてるかやろうな。だから人によって多分違う。お店の住所をコピーして、で、マップに入れようと思ったら、ペーストを許可しますかとか出んねん。うん、うん、まあよう分かれへんけど。なんかするに決まってるやんと思うけど、そのためにコピーしてんのにと思うけどな。まあよう分からへんね。使い方も俺が分かってないからかもしれない。お守り差し上げておきましょう。続きまして、宝塚市心の折れたエンジェルからいただきました、問題。ゴイゴイいい、ゴイゴイある、ゴイゴイさん。ゴイゴイスー。 ER サンス。これは覚えたな。 ER サンスね。これポンキッキーやったかな。ポンキッキー、昔ポンキッキーでなんかあってんな。なんかこの歌が ER サンス、ウーリューチーパー言うて、うん、それで覚えた。これはお守り差し上げておきましょう。続きましては神奈川県深夜にシリアルからいただきました問題。怒りを通り越して呆れた時の状況を韓国料理風に言ってみると。ちゃんじゃえられない。ちゃんじゃ、ちゃんじゃえられない。可愛らしいですけどね。アホっぽかってすごく良かったと思いますけど、お守り差し上げておきましょう。続きましては岩手県ドンカマチョからいただきました問題。用件を先に言ってくれよと思う誘い文句は。明日暇。せやねんな。悩むわね。せやねんな。ゴルフ初めて行った時それやったな。東野さん、明日暇って言われて、あ、空いてますけどって言って、ゴルフ、ゴルフ。やったことないのに。暇言うてもだしな。あんのよ、それはね。そうなのよ。で、一応ゴルフの道具は持ってたけど、ウェアとかないから、フジテレビの衣装さんに借りたら、全部、タイガー・ウッズのコントキャラやってんな。ナイキの帽子から、赤のナイキのシャツに、黒のスラックスに。うっつやな。そう、めっちゃくちゃ恥ずかしかった。それでめちゃくちゃ下手くそやねんから。初めてのゴルフ、クラブハウスに入ることも知らんかったから、駐車場でずっと待ってた。お前何してんねんって言われて。え、待ってたんです。東野さん、クラブハウス行ったやん。いや、そんなん俺何も知らないんですよ。いや、最初ちょっとハードル高い感じするよね。そうやね、もうシステムとルールが分かれへんから。で、前の日に香港さんに、ゴルフ明日行くんですけど、ボール何球持ってったらいいですかね、ちょっと夢の数だけ持ってったらいいね。もうええわ言った。もういいです。夢の数だけ持っていけ。お守り差し上げておきましょう。続きましては神奈川県大仏ラーメンからいただきました問題。個人経営の飲食店にありがちなエピソードは。もともとまかないで食べていた料理を客のリクエストでメニューにした。ありますよね。もともとはまかないだったんですよ。まかないが一番うまかったりするからね。ちゃちゃっと作って。
ステッカー、差し上げときましょう。続きましては岩手県ドンカマチョからいただきました。問題、ジャッキーチャンさんが少なくとも30本以上俳優としてオーディションに落選した理由は何？ジャッキーチェーンに似すぎてるからやろうね。だからね、あのすごいんですよ、あのジャッキーチャンさんは、うん、あの北京語を喋ってないんですよ。広東語をちゃんと喋ってるんですよ、うん、実は、うんうん、ドーチェドーチェって言ってるのはあれ広東語なんですよ。ありがとうございますっていう意味で。だから一番近くのジャッキーチェーン、最新作のジャッキーをやるときは北京語なんですよ。でも昔のなんかジャッキーやってるときはちゃんとほぼ広東語でやったんですよ。ジャッキーがそうやから。そう、ジャッキーはもともとその、あの香港やったから広東語喋ってるから広東語で、あのありがとうございますとかは言うんですよ。だからあの北京語であんま挨拶しはれへんというか、うん、そう。だから30以上落ちるんでしょうね。そう、似すぎてんのよね。でこのモノマネが抜けへんっていうのがまたね、やりすぎて抜けへん。ジャッキーにしか見えへんもん。終わってからもずっとジャッキーやったもんね。ありがとうございますって。それと一緒で磯野さんも売れたな。抜けなくなってしまったというね。思われるバッテリー差し上げておきましょう。今日は以上です。はい、メマンゴ100-8439日本総99のオレナイトニッポン99共通テストの係まで。メールは nn@orenaitonippon.com nn@orenaitonippon.com 懸命に共通テストと書いてください。コーナーで読まれた方にはオリジナルノベルティグッズ、ステッカー、お守り、モバイルバッテリーのうち一つ差し上げます。一曲、はい、チーズで未来。やべっちカレンダー、なりました。やべっちカレンダーがやべっちカレンダーありました。ありました。できました。まずは岩手県ドンカマチョからいただきました。俺のへその森美術館に展示されてんね。怖っ。カリカリなんかな、カリカリのやつ。小さいでしょうね。でもね、すっごいあの箱というか、あのそれか嘘かやな。うん、嘘やったらちょっと嫌ですけどね。うん、ウィルソン差し上げときましょう。続きましょう。大阪府パパチャリからいただきました。ガリガリガリクソンって俺の方やろ。なんかやべちカレンダーじゃないやつ混じってきてますけど、うん、なもうちょっとねこう港区っぽい感じでいきたいですけど、うん、ちょっと変わっていくんかな、テイストが。ウィルソン差し上げておきましょう。東京都ナンバーセブンからいただきました。ちょっと時間空いたから浮世絵描こうかな。浮世絵ってそんな簡単に描けるもんなんでしょうか。油絵の時もありましたけどね、この間。ウィルソン差し上げておきましょう。稲沢市ジャーキーからいただきました。今年はエッフェル塔の方向いて恵方巻き食べるわ。どっちがエッフェル塔か分かりませんけど。ジャーキーも来てましたね、サイン会。ジャーキーがお土産でジャーキーくれました、はい、さらっとジャーキーです、稲沢市ジャーキーですって言ってね、言ってくれました。ウィルソン差し上げておきましょう。続きましては、札幌市ピストルチョコからいただきました。寝室にパルプフィクションのポスター貼ってんね。なんか面白くないですか。なんかすごい映画好きなのか、なんかまあもうよう分かれへん感じですよね。パルプ、なんやろ、あのなんとか言う人のこのあの女の人のあれかな。前髪パッツンの女の人のポスターなのかな。なんかポスターってでも貼ってたよね、ちっちゃい時というか、うん、学生時代。
俺はもうおにゃんこのポスター、特大のポスター、みんなラガーシャツ着てるやつ、アルバム買うたらついてくるやつやったかな、本かな、全部おにゃんこの本やったかな。何やな、兄貴が天井にな、二段ベッドやったから、うん、天井に前話したよ、ジャッキー・チェーンのポスター、 あってさ、あれやろ、だから金縛りに追った時ジャッキー・チェーンそう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 、だから水拳で構えてるジャッキー、結構ドアップな来い来いっていうやつ、言われて、俺が金縛りの時ジャッキー、あれからやもんな、虚言癖あるんちゃうかっていう鬼武者と鬼武者が、鬼武者もほんま終わった、やべっちカレンダーウィルソン差し上げときましょう、最後あとルンメニゲのポスターも懐かしいな、ルンメニゲ。ナインティナインのオールナイトニッポン、この番組ではあなたからの各コーナーへのお便りをお待ちしています。はがきは郵便番号 100-8439 日本放送ナインティナインのオールナイトニッポン、それぞれの係まで、たくさんはがき送ってください。メールは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com、 メールの場合は1通につき1ネタで、懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。メールもたくさん送ってください。なお、点取り占いのみはがきだけの受付となります。お願いします。ナインティナインのオールナイトニッポンスペシャルウィークのゲストは三四郎。オールナイトニッポンのパーソナリティを8年担当している三四郎の2人が初登場。ラジオで本格的に話すのは初四郎です。聞け、ナイナイリスナー、これが三四郎だ。放送は2月16日木曜日深夜1時から。ゲラヘー。世界的データアナリスト、うん、ビッグフットはクマだった。えショック。えナイティナイのオールナイトニッポン。いや、絶対いると思う。やだやだ。ナイティナイのオールナイトニッポン。この番組は、ガチャガチャの森、エイブル、AK レーシング、ブルボン、ワンカップ大関、高須クリニック、ボートレース振興会。以上、各社の協賛で、東京中田区有楽町、日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい。勝利しました。でも工藤兄弟さん曰く、新加瀬大衆の方からなんか資格、山本一世、大輝一世、坂本一世なんです。そんなやつおらへんやろ。実際いたんですよ、大輝一世。すごい、ちょっと興味深いね。分からんわ、分からへんね。もうちょっとこうちゃんとしたら調べたいと思います。はい、わーわー言うとお時間です。さようなら。